YouTube ドリーミュージックチャンネルをご覧の皆様、こんにちは、ミレアです。私、ミレアは今年2月に虹色のアーチという曲でデビューしました。そして私のセカンドシングルが発売されることになりました。ドレミという曲なんですが、このドレミという曲はドレミファソラシドのドレミなので、世界共通、そしてどんな年代の方でも知っている言葉だと思います。メロディーもとってもシンプルですし、皆さんにも一緒に口ずさんでもらって、心をつないでるような、手をつないでるような、そんな気持ちになれたら、そんな思いが込められています。そしてこのドレミにはドレミという簡単な振り付けもあるので、ぜひ皆さん一緒にやっていただけたらなと思います。そしてですね、今回のミュージックビデオはこの振り付けも分かりやすく、アニメの中で説明してくれているんですけども、私がアニメになって、ミレアッチという名前なんですけど、ミレアッチになって、宇宙にも行くし、日本だけじゃなくて世界のいろんな国にも行って、有名な歴史上の人物もたくさん出てきます。ツッコミどころがたくさんある、とっても面白いミュージックビデオになっているので、ミュージックビデオも皆さんぜひご覧ください。今回のセカンドシングルをもって、これから私のふるさと、北海道にも歌いに行きますし、来週は長野、山梨、全国各地に歌いに行きます。皆さんの近くにも歌いに行くので、ぜひ私のセカンドシングルドレミ応援してください。よろしくお願いします。それでは、ミレアでした。バイバーイ。